12レースライジンドリーム戦、勝ちましたのは1号艇白井英二選手です。お疲れ様でした。はい、どうもありがとうございました。さあ、ここ高枠押し切って勝利ということになりましたが、はい、まずはじめに、はい、前回メモリアルの SG で、フライングを切ってしまい、ボートレース業界に、携わるすべての関係者の皆様に、謝罪をしたいと思います。自分が未熟なゆえに、ご迷惑をおかけしてしまい大変申し訳ありませんでした。ただここ勝利となりましたのでね、はいはい、ではこのレース実際レース映像を見ながらお話伺っていきましょう。はいはい、進入は枠成3対3白井選手インコースからのスタート、スタートタイミングなんですが0台入ったあたりのスタートになりました。ご自身ではどうだったんでしょうか。はい、入っているタイミングで最善のスタートがいけたと思います。うん、はい、さあそして1マーク先行していきます。ターン回りというのはどんな手応えになってますか。いろいろプロペラ調整して、上向いていると思います。はい、朝本体整備もしているような姿もお見かけしたんですが、そのあたりというのはどうなんでしょうか。そうですね、マフラーの調整だけしたんですけれども、はい、本体自体は触ってないです。なるほど。プロペラ調整通してどのあたりが良くなりましたか。進む感じが出てきたと思います。ではドリームのインタビューの時には押す感じがないというふうにおっしゃってたんですが、そのあたり出てきた感じ。そうですね、わかりました。こちらともゼロに跳ねていたんですが、こちらの方はどうだったんでしょうか。試運転でマイナスよりそちらの方が良さそうだったので、そちらをチョイスしていきました。ではこちらの方がセッティングがいいかなということなんですね。そうですね。はい、さあ明日に向けての調整というのはどのようなことを考えられてますか。とりあえず、プロペラだけに集中してやっていきたいなと思います。わかりました。では最後に一言いただいてもよろしいでしょうか。そうですね、本当に前回のフライングで支えてくれている、ファンの皆様に、悲しませて、多大なる失望させてしまいましたので、ただこれで賞金王にグランプリを取るという目標を諦めきれないので、また、一から新技体を磨いてまた SG の舞台に戻っていきたいと思います。これからもよろしくお願いします。今後の活躍もぜひ期待しております。12レース勝ちましたのは1号艇白井英二選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。